すぎんな、ここの釣り人。休日に来るようなこういうのマナーが悪すぎる。それは釣り気になるわ。バスいるね。ギルもいるし、バスもいそうだね。めっちゃ稼いじゃん。また安い新しい竿が届いたんで、こいつを作っていきます。と、タニシの卵だね。どうだろう、撮影に立つあれになってきたね。じゃあそろそろなんか準備しようか。一応絞り付けますね、今日。棚の設定はいらないと思うんだが、まあ初めてのフィールドなので、そこに何があるかマジで分からんので、一応絞りをつける。
暑いなお前ら。よいしょ。おお、マジかよ。マジかよ、お前。もしかしたらバスも釣れるかもね。っていうか、さっきさ歩いてたらさ、なん有刺鉄線のクズが落ちてて、マジビビったんだけど。えって、あれ刺さりどころが悪かったりしたら普通に抜かってたよ。普通に怖いわ、ここ来たくない。もう二度と来たくないエリアだな。平日に来てよかった。よいしょ。絶対来たくない。なんかマナーも悪いし。うわ、マジか。マジですか。よかった。ちっこい系は暗い時になくそう。マジわからんよね。あ、どうぞどうぞ。うまい言ってたマヨのトップガンのこと思い出せやんけ。マヨのトップガン、くそかわいい。あの花嫁系のマヨのトップガン、マジ欲しい。あれいつのガチャなの。花嫁系のマヨのトップガン、マジ欲しいんだけど。マジ神だろ、見たときやばい。もう一目惚れっすよあれ。まさしく、可愛すぎんだろあれ。天使すぎるって。あの花嫁バージョンのマヨのトップがマジ天使すぎるだろ。ありそう。どうすかな。まあどんなサイズいるかもわからんけどね。オールラウンダーのカワハギの5号でいきますか。ブー、
ちょっと今日は新しい画角をね試してみようと思います。ワーム出ない、これワーム容器だ。よく見る。